アッチとあと後ろをつながなくちゃならないんで、まあかっこよく言っちゃえば野球でいう2番打者みたいなつなぎの走りをできればマリオネットでいうとだんだん後ろに行けば凶暴になるっていうタイプだからその中間で何だろう後ろの凶暴なのを抑えつつ、ね、抑えつつ、まあ、追突してきたりもあるし、うん、それを抑えつつ前との感覚を詰めると。そうそうで後ろから追突されたからって前に行かない、前に激突しない、まあ、行かないけどそうです。前の車に車の振りをこうやって合わせていくっていうのを意識してほしいですね。はい、次行きましょう。簡単っていうのは簡単なんですけど、まあ、みんなを見て前の車がミスしたらその車はミスしない、ミスじゃないく見せるようにしなくちゃいけないとこも結構めんどくさいとこもある。走り出したこのコース、道は切れ
で広くて交通量も少ない。いいとこです。